皆さんには、兄弟はいますか？今回ご紹介するスレの一致には、姉がいます。しかし、スレによると、一致は姉との会話に悩んでいるようです。果たして普段どんな会話をしているのでしょうか？俺と姉の会話を赤裸々にさらす。姉の帰宅編。ただいま。あ、姉ちゃん、お帰り。あ、なんだ、まだ生きてたんだ。あ、うん、ごめん。ち、バタン。あ、楽しい食事編。なに？あ、ご飯できたって。外で食べる。あ、いいよ。姉ちゃん、久々に帰ってきたんだからさ。母さんのご飯食べたいだろ？俺が外行くよ。ち。じゃ、行ってくる。帰ってくんな。途中で財布忘れたこと気づいたけど戻れねえ。現実なら悲しすぎる。一致はニートなの？一応、これでも大学生だぜ。一致に対してとても冷たい姉。リビングでリラックス中も、その様子が変わることはありません。今でテレビ編。ちょ、江頭。あはははは。はぁ、バタン。江頭はアウトだったらしい。姉との関係を詳しく。関係とか言われても普通に姉だしな。歳は4つ上だ。お姉さんは何してる人？なんか、化粧品関係の会社に勤めてる、母ちゃんが教えてくれた。職業すら教えてもらえないんだな。家族団らん編。ほんとあんたって子は。えへへ。何？どうしたの？楽しそうじゃん。いや、それがね。部屋戻る。え？ちょ。死ね、ボソ。バタン。教訓、機嫌良さそうだからといって調子に乗らないこと。ド S なだけで、一致のこと嫌いなわけじゃないなこれは。日常の触れ合い編。姉ちゃん風呂空いてるよ。入ったの？あ、俺？大丈夫だよ、シャワーだけにしたから。今日はいい。でも。いいって。せっかくなので湯船に浸りに戻った。目からお湯が出ていた気がする。俺イコール妹なら燃える。僕男の子だよ。ガレやねへん。姉ちゃん。あの。姉ちゃんって呼ぶな。え。あ。お姉様。なんて。はは。ち、バタン。お前はどこの伊佐山読みかと。一致と姉のスペック詳しく。スペックとか言われてもな。俺、男の子、21歳、女性経験なし。姉、25歳、まあ多分美人な方なんだと思う。小さい頃は仲良かったんだ。なんでそこまで嫌われてるの？正直わからん。あれ？おかしいぞ。って思い始めたのが、姉ちゃんが高3ぐらいの時だな。まあ、受験のストレスとかだろ。とか思ってたらこうなってた。いつの間にか、こうなってた。理由を聞いてみたら？どこかで誤解が生じてるのかもしれないし。聞いたさ。聞いたけど、うるさい、消えろの一点張りだよ。とりあえずどうにかせねばと思い、土下座してみたものの。は？とか言われて終わった。ねえ？なんで？なんでだよ姉ちゃん。母親やらとは相談しないのか？まあ、たまには兄弟喧嘩もいいでしょ。とか言って助けてくれない。姉ちゃんも母ちゃんの前では少しマシになるけど。そういう態度で来られて、一致はムカつかなかったの？最初はムカついて、手とか出そうになったこともあるけど、そんな時に限って優しかった頃の姉ちゃんの顔が、浮かんでは消え、そのうち、100% 俺が悪い、としか思えなくなった。実際はこんな感じじゃないの？姉の帰宅編。ただいま。ふひひ、あ、ね、姉ちゃんぶひ、お帰りひし。あ、なんだ、まだ生きてたんだ。あ、うん、ごめんふひひ。ふひひ。バタン。あ、俺、客観的に見たらそんななの。そら嫌われるわ。目から変な汁出てきた。姉ちゃんは、腐女子？俺は姉ちゃんが腐っていないことを信じるが。何せ情報がない。俺の知らないところで大変なことが起きているかもしれない。平穏な日々編。はぁ？バタン。こういう平和な日もある。一致が一人暮らし始めたら元に戻るよ。
多分イッチが仲良くしたい気持ちがすごい見え隠れしてて、それが姉にとってすごくうざいことなんじゃね。人の機嫌伺われ続けると結構うざく感じてくるだろ。マジでか。どうすりゃいいんだ。無理か無理なのか。普通に真顔で、俺姉ちゃんに何かした？はっきり言ってよ。でいいんじゃね。よし、言うぞ。姉ちゃんが帰ってきたら言うぞ。前みたいに、うせろと一周されるかもしれんが、勝負をかける。何時頃帰ってくるの？多分9時ぐらいじゃないかな。朝、姉が母ちゃんに、今日ちょっと遅くなる、って言ってたの盗み聞きしたし。メールなら聞きやすいんじゃ？これだけは言っておく。俺、姉ちゃんのアドレス、知らない。泣いた。俺も兄のメールアド知らんけど。すべての始まり編。俺がまだ中学生の時だった。ああ、姉ちゃん、母さんが呼んでるよ。はい。え？うるさい。は？え？ね、姉ちゃん。パターン。今でも時々夢に見る。うわー。仲良かった時の会話もぜひ。思い出編。とう。いた。画面近すぎ、目悪くなっちゃうよ。いや、俺目とか超強いし。ダメ、そういうの急に来るんだから。はい、離れる離れる。はいはい。よろしい。今でも視力が 2.0 以上あるのは、姉ちゃんのおかげかもしれません。一回姉と距離置けよ。今のままでは何も変わらんよ。無駄に絡んでもうざがれるだけ。俺も妹とそんな感じだったし。正直就職したら家出ようかと思ってんだけどな。まあ、できれば仲直りはしたい。仲直り編。今までごめんね。姉ちゃん。あんな態度取ってたけど、ちゃんと大切に思ってるから。姉ちゃん。これからは昔みたいに仲良くしようね。姉ちゃん、こんな夢を見たし、俺はいよいよやばいと思った。枕が濡れていた。泣いた。俺も姉いるが、思春期を過ぎてもそんな感じなら、もうなすすべないんじゃない？おい、やめろ。親が基本放任主義だからな。消防の頃、俺が喧嘩して、まあ、喧嘩ってもほぼリンチレベルだったんだけど、ボロボロになって家帰っても母ちゃん、ちょ、ボロボロ。何お前、風呂入れ。みたいなノリだし、父ちゃんも、お、喧嘩？若いなぁ。負けたか、負けたのか。とか言ってるし、唯一心配してくれたのが姉ちゃんだったな。まあ、全部それぞれ優しさなんだろうけどな。ママから姉ちゃんのメアド聞き出すとかは、無理なんか？前、母ちゃんから聞き出してメール送ったんだけど、なんでアドレス知ってる、とだけ返信が来て、気づいたらアドレス変えられてた。それはひでえ。イッチがしつこすぎるのかもしれないな。少し距離を置いてみたらどうよ。てかイッチはなんで彼女いないの？俺が聞きたい。ここ数年好きな人もできんし。俺も姉と相当仲悪かったけど、姉が事故ってからめちゃくちゃ仲良くなった。怪我しない程度の何かすごいハプニングが、イッチに起こればいいんだが。結局あれだな。俺が変に弱気だからダメなわけだな。よし、今宵はこれ以上ないくらい強気でいくぜ。まずは覚悟する。それから言いたいこと考える。この後話さなくなるかもしれんから、言い忘れがないように。強気はいいけど、それと暴力暴言を混同しないようにしろよ。よし、やってやる。こんな状態が続くくらいなら終わらせてやる。マジで終わったら泣くかもしらんけど。骨は埋めてやるを。俺は拾ってやる。もしこれでダメならガチで家を出ようかと思うんだ。頑張れ。やべえ、覚悟完了したのに、姉ちゃん帰ってくるまでまだだいぶある。すげえモヤモヤする。しかも今日バイトじゃん。ま、骨は拾ってやる。このままの関係が続くよりは数倍マシなはずだ。仲良くなりたいと思える兄弟がいて心底羨ましいよ。暇なので俺と姉ちゃんの心温まるエピソードをいくつか紹介。高校生の俺の抵抗編。姉ちゃん、なんで怒ってるの？怒ってない。嘘じゃん、確実に怒って。うるさい。俺が何かしたなら謝るからさ。なんもない。そんなわけないだろ。うるさいって言ってるでしょ。ははは、なんか懐かしいな。それ以上自分を追い込むなよ。おい、全然あったまんねえよ。目からお湯が。勢い余って土下座編。姉ちゃん、俺は姉の部屋の前に正座していた。誠意を見せねばと思った。ごめんなさい。ここまで本気で土下座したのは人生で初めてだった。は？正直、俺には姉ちゃんが怒ってる理由がわからないけど、俺が何かしちゃったんだろ？だからごめん。悪いところなら直すから、頭を上げると姉はすでにいなかった。もう切腹しかないのではないかと思った。かわいそすぎる。そこまで嫌われて、まだ仲直りしようとするイッチって、お人よしなのかバカなのか。ただのお姉ちゃんっ子です。そんな仲良くしたいのか？
も嫌われてんだから、お前も徹底的に嫌ってやれよ。とりあえず写真とか姉関連の思い出は、今すぐ全部捨てろ。俺の心の拠り所を捨てろと？まあ、家を出ることになったら置いていくか。さて、そろそろバイトに行かなくては。このスレ落としていいの？帰ってきて落ちてたらまたスレ立てる。だいたい9時頃になると思う。オケイテラーの死。悲しすぎだろ。俺かなり年の離れた姉がいるけど、昔はイッチみたいな感じだったよ。俺5歳、姉ちゃんハサミ貸して部屋に入る。姉 JK。俺、今日睨まれる。やっぱいや、冬場の寒い朝の出来事。俺小一、寒いナーストーブの前の席に座る。姉 JK。無言の圧力。もういいや、ストーブの前の席どく。とにかく恐怖の対象だった姉も、俺が高校に入る頃にはだんだん仲良くなりました。今はわかる。姉ちゃん超子供。今でも。5歳で空気読みすぎ。お前かわいいな。おっす、俺弟。どうやら姉ちゃんはまだ帰ってないみたいだ。お帰り。腹をくくったかい？それにしてもこの俺ビビりすぎである。覚悟は決めたはずなんだけど、なんかすげえ緊張してる。軽く酒でも入れとけば？どういうシチュエーションで言うかは決めたのか？姉の部屋に突して出入り口塞いで問い詰める。とか。基本俺が言えるときは、高確率で自室に引きこもるのでそこを狙おうと思う。じゃあ途中、出てけとか？出てかないなら、私が出てく、とかになるかもしれんが逃げるなよ。逃がすなよ、頑張って。頑張るんだぞ。やばい。緊張でどうにかなりそうだ。とりあえず酒入れよう。やばいやばいやばい、姉ちゃん帰ってきた、どうしよう。大丈夫だよ、絶対大丈夫。腹くくれ。すまん、取り乱した。そうだよな。行くしかないんだよな。よし、45分になったら突する。幸運を祈る。逃げちゃダメだ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 。頼む、ハッピーエンドにしてくれ。来たぞ、時間だ。よし、行ってくる。ドキドキ。重いよ、届け。20分後、イッチが戻ってきました。ただいま。とりあえず今まとめる。とりあえず俺はこのスレで学んだ。強気で行く。下手に謝らない。気持ちを全部言う。この3つを守っていこうと決めた。姉ちゃんの部屋の前に立つともういっぱいいっぱい。頭パーンってなりそうだった。しかし退くわけにはいかない。意を決してドアをノック。姉ちゃんいる？話があるんだけど。返事がない、いつもの姉のようだ。いつもの。姉ちゃん。ガン無視である。いつもならここで諦めるけどそうはいかない。入るよ、ガチャ。一瞬の沈黙が痛い。なんで入ってきてんの？あ、ごめん。いや、もう少しで謝ってしまうとこだった。習慣とは恐ろしい。姉ちゃんに話があってさ。は？やべえ、逃げたい。謝って逃げたい。だけどそれじゃ今までと変わらないんだよね。いやなんか俺、姉ちゃんと変な感じになってるだろ？やっぱ姉ちゃん、俺のこと嫌い？まあ、嫌いじゃなかったら、こんな感じにならないよね。消えろよ。本能が逃げろと轟き叫ぶ。だから教えてよ、なんで嫌いになったか。直せるところは直すから。消えろって。多分軽く足震えてた。嫌だ。ち。まあ、確かにさ、生理的に無理とかならどうしようもないけど、さ。俺やっぱ姉ちゃんのこと好きだしさ。昔みたいに仲良く、とまでは無理でも、普通に接してほしいと思うんだ。そりゃもちろん、昔みたいに仲良くできたら嬉しいけど、ここだけの話、この時点で俺すでに涙目。うざいんだけど。気を抜いたら、ごめんなさいしてしまいそうだった。今さら何？もういいでしょ？出てって。思わず、入って言いそうになる。ダメだ、俺がこんなだからダメなんだ。やだ、姉ちゃんが俺を嫌いになった理由、聞くまではここにいる。そんなのないって言ってんじゃん。そんなわけないだろ。俺もう謝んないから、姉ちゃんが言ってくれるまで、もろこのスレの受け売り、正直このあたりからもうわけわかんなくなってた。目の前はっきりしないつうか、なんか夢とか見てる時みたいな感じ？本能が現実逃避しようとしてんのかな？ああいうの。急に何？マジうざい。今まで散々さ、今さらマジなんなの？バカにしてんの？なんかそんな感じのことしばらく言われてた。VIP で覚悟決めました。とか言うわけにもいかないし、黙って聞いてるしかなかった。とりあえず取り付けた。今まで散々ビクビクおどおどしといてさ。何急に。人の顔見るたびごめん、ごめん言って。
マジうざかった。謝ってほしいとか言った？はぁ、あ、俺、涙こらえるのに精一杯。あのさ、あんた悪いことした覚えとかあるわけ？ない。けど。それなのに、ごめんとか言ってんだ。とりあえず謝っとけば済むとか思ってんでしょ？完全に人のことバカにしてるよね？涙、こらえきれなくなってた。ごめん、やっちまった、と思った。はぁ、何も考えてないんでしょ？とりあえずごめんって言えば、終わるとか思ってるでしょ？結局、相手のこと考えてないよね。もう俺完全に泣いてた。吐き気を催すぐらい泣いてた。そん時の俺は、世界トップクラスの肝が大さらしてただろう。もうダメだ、引っ越しだ。終わった、完全終わった。そりゃさ、私だって悪いけどさ。でも嫌いとかじゃないし。え？え？こ、れ、は。八つ当たりしたりしたし。正直イラついてたし。鬱陶しいって思ったことあるし。足元がぐらついた。まあ、でも弟だし。本気で嫌いにはなれないよ。マジっすか？どういうことなんだ。バカにされてるみたいじゃん。完全私が悪いのにさ。なんであんたが謝ってんの？怒りゃいいじゃん。それをずっとビクビクおどおどして。そりゃうざいでしょ？私、あんたの何？他人？お姉ちゃんでしょ？それを四六時中、人の顔色伺ってさ。イライラする。前半部分でちょっと理不尽な気もしつつ、姉が怒ってる理由が見えてきた。さっきもさ、何？最初から自分が悪いみたいな顔でさ。なんでもっと堂々としてないの？私一人がバカみたいじゃん。何？謝るから。って？謝れって言えないの？さっきから何黙ってんの？いつもみたいに謝って終わりにすれば？はぁ、あ、ダメだ、何も言えねえ。とりあえずダメだと思った。とりあえずなんかダメだと思った。自分の気持ちを伝えなきゃダメな気がした。だってさ、姉ちゃん優しかったじゃん。ずっと優しくてさ。そんな姉ちゃんが急にあんな態度になったらさ、なんかしちゃったのかなって思うだろ。これ以上、嫌われたくないって思うだろ。この間も俺泣いてます。それは、悪かったと思う。ごめん。昔みたいに仲良くって言ったけどさ。私の勝手かもしれないけど、多分無理。あんただって悪い、あんな態度でさ。ごめん。これから私も頑張るから、さ。普通の兄弟に戻れるように。だから胸張って、もうビクビクおどおどしたりしないで。うん、流れでごめん、と言いかけてマジ焦った。やっぱ姉なんだな。優しいじゃないか、いい姉だと思うとマジレス。多分無理、か。でもいい方には向かいそうだな。よかった。だからさ、とりあえず帰って。ごめん、帰って。いつもと違って優しい感じだった。それこそ昔みたいな。でも本当にこのまま帰っていいのだろうか。なんかもっと言わなきゃいけないこと、あるんじゃないだろうか。姉ちゃんにしてあげなきゃいけないこと、あるんじゃないだろうか。そろそろ結論を言おう。そのまま帰ってまいりました。十分だと思うよ。一応ハッピーエンドなのか。無理だって。マジで困った顔されたんだぞ。っていうか結局さ、根っこ部分解決してない気がするのは俺だけ？まあとりあえず一歩前進だな。焦らずまた次回頑張れよ。VIP にいるやつが、前進したじゃん。いいと思うよ、なんてことが前進してるわけない。言い訳がない。でも、ひとまずここからは、安価で姉にメールだろ普通。何かと安価安価うっせーんだよ。知ったエッチの気持ちにもなってみろよ。安価まだ？わかったよ。610。610今日は風呂入って寝る。朝起きたら姉ちゃんに挨拶。簡単に謝らない。経過をすれで報告。610。グッジョブ。素敵。風呂入って寝る。まずはメアド交換から始めれ。話はそれからだ。風呂上がった。とりあえず寝るわ。期待に添えなくすまぬ。なんかすげえ荒れてるけど。ありがとうな、お前ら。イッチオツ、仲良くなれるといいな。イッチオツ。頑張って仲良くな。おやすみイノシ。いかがでしたか？完全に今まで通り。とはなりませんでしたが、一歩前に進むことができたイッチでした。悪気なく、ごめんと口から出てしまうイッチの気持ちも、毎回すぐに謝られてうんざりしてしまう姉の気持ちも、どちらもわかる部分がありますよね。勇気を出して自分の気持ちを伝えることができて、よかったですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、
伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。